ヘロー YouTube! イエス！時間の鬼まむしこと沢茂美です。あなたにとって一番大切なものは時間です。さて今日もいろいろ考えていきましょう。ですね、先日子供がですね、まあ、こう泣いてたんですね。ね、どうして泣いてたのってまあ聞くとですね、まあなんで泣いてるかなんか子供普通喋れないですけどね、まあ要はいろいろ聞いて要約すると、まあ端的に言うとこういうことだったんですね。要は、まあ、いじめられてっていうか、まあいじめ、まあ子供にとってはまあ何でもいじめみたいなもんですからね。いじめられたり、その虐げられたりして悲しいと。で、悲しくて泣いていた。まあそうですよね。まあ、いじめられて悲しい。これ当たり前のように思うんですけれども、実は数学的には間違ってるんですね。まあどういうことかっていうと、いじめられたから悲しいって普通大人も含めてそう思っちゃうのかもしれないですけど、いじめられた結果悲しむと決めた自分がいて、で悲しいんですね。だからいじめられたから悲しいんじゃないですね。だからいじめられても悲しくなると決めない、決めれば悲しくなりますけど、いじめられて悲しくならないと決めたら悲しくならないんですよ。つまりいじめられたかどうか悲しくなるかどうかにはあんまり関係ないと。こういうことが起きたら自分は悲しくならない。自分は辛くならない。自分は迷わない。自分は、負の感情にならないって決めた。決めてたとしたらそれならないんですね。で、その子供を見てね、あ、そうなんです。そうですね。でもね、おじさんこう思うんだと。そうやってね、なんかやられて嫌だなって思った時に、それを嫌だなって君が思って、悲しくなろうって思ったから悲しくなったんだよって、だから君は悲しくなる必要はないんだよって、本当はなんか同じことが起こっても、そうなんだ、ちょっと嫌だからあっちに行こうって思ってそっちに行って、僕はそんなことで悲しくならない人間なんだって思ってたら、それは悲しくならないし泣きもしないしっていう話をしてあげてですね、そうなのか、何なんだろう、このこんなことをね言うおじちゃんはって思って見てたと思うんですけど、じゃあね、おじちゃんがちょっといいことを教えてあげよう。今からね、この、ここね、ビリビリってちょっと痛いけどやるけど、それはちょっと痛いけど全然悲しくならない。ね、でも知らない人からいじめられて、ほら、痛いだろ、痛いだろって言われたら悲しくなっちゃうかもしれないけど、僕はビリビリってやられても悲しくならないんだって。今決めてごらん。で、じゃあ、おじさんがね、決めた?はい、うん、決めたとか言って。で、じゃあね、ここね、ちょっとビリビリってするけどいい?って、うん、ビリビリって。あ、ちょっと痛いけど、まあ別にその悲しくないなと。今悲しくなったって、よく全然悲しくならない。ね。だからそれは君が、悲しくならないって自分で決めたから悲しくならないんだよ。だから外部から嫌なことがあったから悲しいんじゃないんだよ。って言ったらその子はですね、まあどこまで納得してたかわからないですけどね。でも、普通の大人よりかは納得してました。なぜならば頭がピュアで柔らかくてね、そうすぐに今起こったことを体験として認識して自分の中に新しく吸収できるからですよ、子供は。だからね、僕はその子をそのまま、ああ、悲しいのね、優秀しかわいそうにとかって返してしまったら、その子が本当に一生損する。一生得をしない。なんかこう、本質的でない脳の構造を手に入れたまま大人になってしまうことは本当に悲しくてもったいないなと思ったんでね、その時はね、そういうふうに教えてあげたんですけれども、まあ、ちなみにですね、ここをつねるっていうのは、はっきり言って痛くないんですよ。ちょっと自分でやってみてください。痛くないんだけど、その痛みっていう信号が入ってくるんですね。だから痛くないし、後も残らないし、お仕置きには最適ですよ。これビリビリってやったら嫌だなって、叱られたなっていう記憶だけが強化されますけれども、実際そんなに痛くもないですし、いいと。で、江戸時代はですね、みんなこのビシッとかバシッとかやってたら、死んじゃったり、鼓膜が破れたりして大変なんで、やっぱり江戸時代のおじいちゃん、おばあちゃんとかね、そういう教育に携わってた人っていうのは、ただ言っても子供って覚えないじゃないですか。なぜならば、感情と共に入ってきた言葉や知識しか脳に残らない人間の なってるんですよ。だから、こうやって、痛みって感情なんですね。痛みが脳の深い、爬虫類の脳からこう湧き上がってきて、やだなっていう感情と自動的に直結すると。それとともに、これちょっと痛いだけなんですよ。で、それでもすごい効果あるんです。これと入ってきた記憶っていうのが、すごい脳にと定着するんですね。だからその子は多分、なんか変なおじちゃんがやっても、多分そのおじちゃん、何言われたかわかんないかもしれないけど、ビリビリやっても僕は痛くなかったと。僕は悲しまないでいい人間なんだっていう記憶はおそらく、
結構長い間、ひょっとしたら成人になっても覚えてて、自分は強い人間だったっていうふうに成長していく可能性が高いんじゃないかなと思ってますけどね。まあ、つまり自分の中の基準をその下げるっていうかですね、耐えられる基準を上げるっていうのが、まあ、結構大切なんですね。だからこの痛みも、私は痛みに耐えられますって、今の子供はちょっとかわいそうなのが、そういう痛みとか、まあ、例えば近くで人が死んでいるのを見かけるとか、もう江戸時代とかその前とかだったらもう当たり前にあったわけじゃないですか。もう50歳まで生きてたらもうすごいことですよ。でも今はそういう痛みとかですね、そういう本来人間が出会わなきゃいけない様々なものからこう遠ざけられていて、その大義名分、正論だけがこう振りかざされてですね、いろんなことを教わっていくわけだから、もうすごいかわいそうだと思うんですね、子供たちが。まあだからこそ、まあ、例えばちょっとした痛みなんかとしてこう入力してやったりすると、もう非常に記憶が良くなったりですね、まあ、痛みも快楽もそうですけれども、人間のモチベーション2つしかありませんから、もうまたやりたいと思う快楽と、そこから避けたいと思うこの痛みの2種類で、これをですね、うまく、まあ、活用しなくてもいいんですけど、まあ、使うことによって例えば子供とかはめきめき育っていくわけですね。でこれができると何がいいかっていうと、ね、さっきの子供の例で言えば、要は悩んだりくよくよしたりするのは時間の無駄だっていうのを、まあ、その一緒に教えてあげたんですけど、いやいや、そういうこと言うとですね、悩んだりそういったことがですね、人生の貴重なスパイスとなって、土となって腐葉土となって、植物は育っていくんですみたいな、いや、おっしゃる通りです、おっしゃる通りなんですけれども、でもですね、私コンサルとかその子育てのお悩み相談とかやってますと、まあ、みんな言うわけですよ。もう毎日同じことでぐる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 悩んで、もう本当時間の無駄、その割に答えが出なくて本当に時間の無駄。それとかは、まあ、偉人たちの本を読んでもですね、先輩方の本を読んでも、大体成功者の本にはこう書いてありますよ。その悩んだり、そのね、くよくよしたり迷ったりしている時間は全て無駄だと。やってみて、テストしてみて、そっちの方がずっと生産的だと。つまり、まあ、同じことを考えちゃうわけなんですよね。パラメータの違う、ある領域ではプラスの行動と、逆の領域では、まあ、その行動がマイナスになって、こっちがプラスで、要はどっちを取るんだみたいな、要は一つの評価関数で評価できないような問題に当たった時に悩んじゃうわけですよ。でも、そういうのは無駄だから、まあ、やってみろと。まあ、悩むのとか悲しんだり、いわゆる、まあ、仏教でいうとこの煩悩ってやつですよね。執着。忘れられない。まあ、全部そういう悩みとか、悲しみとか、そういうのは、まあ、そういうことに脳を一生懸命使ってる時間なんですけど、まあ、多くの方々は無駄だと言ってる。でも正確に言うと無駄じゃなくて、あることを強化してるんですね。つまり、悲しむ、あること、なんかが起きると悲しむ自分の脳内回路を、つまりいろんなことが起きても、これが起きても悲しむ、あれが起きても悲しむみたいな脳内回路を強化するっていうことを生産してるんです。で、それを生産するのに膨大な時間をかけてるんですね。1日に、ある話で、まあ、1日6万回以上、こう人間はなんかいろんなことを考えてるらしいんですけども、それの大部分が、まあ、過去の失敗だったり、過去の嫌だったことだったり、叱られたことだったり、悲しんだことだったりとかを延々とぐるぐるまたこう、ね、考えて喜んでるわけです。これは喜んでるんです。悲しむと、自分がそういうか、かわいそうだとか、まあ、要は自分の脳内だけで発生する報酬が得られるから、喜んで自分は悲しむという選択をしているんです。じゃなくて、そういう選択をしないでですね、もう忘れて生産的なことに脳を使うと。限られた生きてる時間はそういうのを使うって。そっちの方に、まあ、努力をするためには、まあ、いろんな偉人の本を読んでですね、そういう脳内回路を、まあ、断ち切るというかね、断ち切れないんですよね。まあ、そんなこと言うんだったら、じゃあ、お前、こう、痛みでね、こう、爪の皮バリ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 って剥がされて、あーって、お前は痛くないんだな、と言われてしまいそうですけど、それ痛いです。すいません。痛みとかね、我慢できません、そんなに。でも、脳の中で制御することによって、あ、これは痛いけど我慢できるとか、もう痛いという信号が入ってるけど、私は痛くないと思っているとかですね。そういう脳内の回路を強化していくことが重要なんですね。それはできるんですか？できるんです。なぜならば、あなたが決めたなら脳内はそうなるんです。そうなるんです。これは本当なんです。絶対です。自分の脳の中でそう感じたように、脳の中がどん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 切り替わっていくんです。それはあなたの論理が決めるんじゃないんです。あなたの潜在意識の中にそういう知識がちょっとずつちょっとずつちょっとずつ入ってって、潜在意識が何も考えないでも論理的に考えないでも自分の中でそう理解するんです。まあね、そんな宗教じみたことってじゃなくて、これは脳の問題なんですね。ということで、私は、
めちゃくちゃね、爪むかれたりして痛かったら、お前痛くないんだなって言われたら、うわ、痛いです、すいませんってなります。まだ修行が足りなくてですね。でも、ちょっとした痛みだったら、うん、まあ、これ痛みという信号がね、入ってますが、まあ、大丈夫でしょう、というふうに、できるように、最近はなってきたと思ってますんで、でもね、私はね、誘拐していじめたりしないでくださいね。まあ、こういう話もあります。まあ、要は、皆さん、外で野宿するのって大変だし嫌じゃないですか。雨が降ってる中で一晩寝ろって言われたら、まあ、100人って100人が雨が降ってる中、外で寝れませんよ。ね、だから段ボールとか敷いてやるんですけど、でも私それを結構長い間やってたんですね。そうしたら何が起こるか。まあ、穴掘ってその中で寝たりね、この草を買って、その自分の買ってきた草を藁のベッドを使ってやるんですけど、まず地面で寝てたらですね、雨がこう背中にボーってこう流れてきますね。もう背中が水浸しで、体の一部が濡れたまま寝れるかって言ったら人間寝れないんですよ。で、しょうがないからその藁をですね、買って、その藁の上に寝て、その自分の下に直接水がやらないように寝るんですけど、それでも横になって寝れないんで、まあちょっと立ったまま寝るわけですね。で、ちょっと立ったまま寝れますか？寝れないんですよ。それなのにこう雨がズブ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 、もうべしょべしょに濡れてね、もう寝れないんですけど、それでももう人間って不思議なくらい疲れると寝るんですね。まあそうやって何日か過ごすじゃないですか。そうしたらですね、もうほんともうボロボロのテント、もう雨よけがあるところだけで天国になるわけですよ。これって基準が上がってませんか？基準が、自分の中の基準が上がったんですよ、めちゃめちゃ。まあ、基準は下がったのかもしれないですね。ここでいいやっていう基準は下がったのかもしれないですけど、俺はここまで耐えれるっていう基準は上がったわけです。そしたらですね、そのテントの中で寝るじゃないですか。もう暑くて虫も来るし大変じゃないですか。でも、まあ、それね、慣れたわけです。基準が上がるわけですよ。要は、水浸しの外でね、野宿でもない、もう屋根もないところで寝るのよりかずっとマシだと。それで、ボロボロの、もう本当もボロ屋で、もう家とも言えないような、家の中で寝たら、もう快適なんですよ。もう虫もほとんど来ないし、もう雨も来ないし、体が濡れた状態じゃないままで寝れると、これめちゃくちゃ幸せなんですよね。でも、普通の家に住んでた時だったら、これ信じられないわけで、そんなボロ屋に泊まれって言ったら、いくらお金もらわないと、これ、ホテル代払うんじゃなくてもらわないと泊まってやんねえよって、多分みんなそうなると思うんですね。そのボロボロの、もう本当にもう屋根があるだけの、もうボロボロの家で、もう布団もないんですよ。もう床みたいなところで寝るんですけど、それでもクソ幸せなわけですね。その、要は自分の基準さえ、こう、ここまで耐えられるっていう基準を上げてしまえば、全部幸せになるんです。まあそういった観点からもですね、自分の脳内をそういうふうに制御して、同じ環境を幸せと思う。より厳しい環境の中でも生き残っていける。さらに厳しい環境の中でも人々を導いていくことができる。そういう脳内構造にあなたはなりたくありませんか？私はなりたいんです。じゃあそのためにいろんな本を読んで、謙虚にですね、この本はここは違うとか言わないでですね、まずは実践してみる。そういうふうに、やっていけばいいんじゃないでしょうか。それではご清聴ありがとうございます。最後まで聞いていただきありがとうございました。イエス！